アイドルとして負け、ストーンズ・ジェシー、綾瀬はるかとの黒ずくめペアルックにファン憤慨問われるアイドルとしての格。綾瀬はるかとストーンズ・ジェシーの年の差カップル、綾瀬が11歳年上が、ラスベガス旅行をしていたと、9月12日、ニュースポストセブンが報じている。写真あり、肩出しがセクシーな綾瀬はるか。記事によると、9月上旬、二人の姿は、 成田空港にあったという。形こそ違うがキャップから T シャツ、パンツ、そして足元と、二人は似たようなブラックコーデ。ただし、ジェシーが到着ロビーに姿を見せたのは、あやせから遅れること20分経ってからだったという。時間差ペアルックでの旅行が報じられると、X には、憤慨するストーンズファンの声が多数寄せられた。ファンをどんだけがっかりさせるのよ。 職場でもいるわ。何が何でも自分のプラベ優先の人。周りのこと全く見えてない人。私はプラベより仕事優先の考えだから、マジ今のジェシーの行動は社会人として無理。同僚だったらマジ迷惑。他のメンバーかわいそう。一回り上の女のためにグループもアイドル人生もファンもメンバーまでもべて投げ捨て。 グループの未来を潰しメンバーに迷惑をかける、そんな度胸があったジェシーに驚きかな。記事が出てまあジェシーだったらあり得るよねって思われるのがアイドルとして負け。単なる熱愛へのがっかりだけではなく、アイドルとしての格を疑問視する声も多いようだ。また、ジェシーと同じストーンズ森本慎太郎は、森川葵との熱愛を8月28日、 文春オンラインに報じられている。メンバーの立て続けの熱愛報道に、X では、ジェシーのことあって、慎太郎のことあって、ファンのがっかりが続いてる時にファンやアイドルストーンズのこの先のこと考えるならラスベガスはいます。じゃない。という声まで。2024年は同グループにとって結成10周年を飾る特別な年だ。 そんな大事な時期に時間差ペアルックを取られてしまう脇の甘さに、ファンの怒りは収まらない。X には、こんな声も。あやせはるかとジェシーの時間差ペアルック笑うバカップルじゃん。アイドルにもかかわらず、お構いなしに我が道を進むジェシー。ファンの怒りも限界か